会場にいるみんな乗ってる。今日はレオニードのライブに来てくれてありがとう。じゃあまず自己紹介をしていくね。レオニードのキーボード担当の、元気すぎてうるさい？ごめんごめん、ライブの MC なんてやったことないし、どういうノリなのかわかんなくってつい。じゃあ改めて、レオニードの天馬咲です。担当はキーボード。宮城の1年生でソフトテニス部に入ってます。趣味はファッションやメイクの動画を見ること。中学の時にギャルメイクとかの動画を見始めて、今も結構いろいろ見てます。ファッション誌も好きで、あ、そうそう、特技はヘアアレンジです。雑誌に載ってる髪型とかを試してるうちに、いつの間にかできるようになってました。それと好きな食べ物はスナックのお菓子です。一度食べ始めたらもう手が止まらないんですよね。あ、逆に嫌いな食べ物はおかゆ。入院してた時によく食べてたんですけど、味が全然しなくて。音楽と関係ない話しすぎ？まだ話し足りないくらいなんだけど。それじゃあ、キーボード担当になった理由でも話そうかな。私がキーボード担当になったのは、小さい頃からピアノを習ってたからです。お母さんがピアノの先生をしてて、それでお兄ちゃんと一緒にピアノを習ってました。私、小さい頃は体が弱くて、家でおとなしくしてないといけない日も多かったから、そういう日はよくピアノを弾いてました。でもでも、体調がいい時はいっちゃんやほなちゃんやしほちゃんたちと遊んでました。なんたって小学校からずっと一緒に遊んでる幼馴染ですからね。一番の思い出は4人で流星群を見たことです。すごく綺麗で、今もよく覚えてます。本当に楽しかったな。また話が脱線してる。ごめんごめん。中学の時は入院が長引いちゃって、全然みんなと学校生活を送れなかったけど、その分高校ではみんなと一緒に高校生っぽいことたくさんして、バンドも楽しみたいです。技術はまだまだ未熟ですが、応援よろしくお願いします。